グルージャのやつ、こんなところまで来てたのか。とにかく無事でよかったぜ。ここに何かあるのかしら。あの子たちの世話をしに来てたのね。グルー、動くな。機械兵、グルーじゃ逃げて。お前たち何者だ。グルージャの知り合いか。私はウクラマトだ。グルージャと話をするために来た。ほう。驚かせて悪かったな。私はお前のことをもっと知りたくて、それから私のことも知ってほしくて来たんだ。この者たちを排除するか、それとも話をしてみるか。さっき父さんを倒すって言ってた。よし、ならば私がこの者たちを倒そう。僕も知りたい。分かった。お前がそうしたいならそうするがいい。いっぱい話そうな、グルージャ。その前にまずは教えてほしいんだけどよ、この古そうな機械兵とはどういう関係なんだ。古そうなのではない、古いのだ。何せもうかれこれ380年はこの姿だからな。この姿。オーティスは悪いやつじゃないよ。お腹が空いて悲しくなっていた時に僕を助けてくれたんだ。それから話すうちに仲良しになった。美味しいご飯を作ってくれたり、言葉を教えてくれたり。それから魔物に気づかれない距離も教えてくれたよ。ごめん、ちょっと待って。美味しいご飯って、この古い機械兵が？それに魔物に関する知識まで。こいつ何者なんだ。おっと失敬、申し遅れた。我が名はオーティス・ベロナ。アレクサンドリア王国騎士団にて団長を務める者だ。騎士団長。機械なのに？興味津々の様子だな。昔話をするのもやぶさかではないが、ひとまず今は飯にしようではないか。飯か。
できればバックルームで話したいところだが。ごめんね、僕もお腹空いちゃった。よっしゃ、飯にしようぜ。武王様も甥っ子には弱いのね。とりあえずエレンビルには連絡しておくわ。グルージャのこと心配してるだろうし。私がとっておきの飯を作ってやろう。お主らにも手伝ってもらうがな。